はい、やってきました。平磯海釣公園、イエーイ。今回ウーバーイーツならぬエーディーイーツ、ちょっと待って、言うてもてるやん、言うてもてるやん。違う、ついに言うたな。間違えた、今のはウーバーイーツと関係ありませんから。エーディーイーツです。エーディーイーツ、でもウーバーイーツやねん。新鮮な食材を探し海までやってきました。はい、聞いてなかったんですけどね。はい、釣り具も買いました。はい、あとは釣るだけと。ちゃんと釣れんのかな。本当に私初心者だから、もう初めてです、釣り。はい、藤本さんは初心者、うん、釣れんの。わからん。噂によるとマダイが釣れるらしいな。はい、タイ釣れたら嬉しいですね。タイ釣れたらテンションがある。まだ見てない方、前回の動画見て、そういう話も出てると思いますから。まあ、あとは編集次第なんですけど、わかんないですけど、はい、せっかくじゃ勝負しますか。お、対決。対決、何匹釣ったか。ああ、いいですね。で、負けたら負けたら1月12、負けた方は1000キロ走る。1000キロ、うん、1ヶ月で。1ヶ月。おー、え、余裕そうやん。いや、余裕じゃないですよ。余裕じゃないけど、いや、燃えるなと思って。お、頑張ろうかな。それでどうですか、どうですか。800にしとく。いや、1000、800にしとくって。最後200ちょっといけ。で、何をもって勝ちか負けか。お、釣った引き。何引き釣れたか。大きかろうが、ちっちゃかろうが。そう、関係ない。引き釣る。もうグラムとか入れちゃう。分かるし。よくある。うん、頑張りますよ。頑張りましょう。はい、ほな、そういうことで、結果も楽しみにしながら、はい、ぜひとも最後までご覧ください。ご覧ください。足元に落とすんですよね。で、勝負に負けたくないっていうのもあって、僕もイージーな仕掛けでやってる。ずるい。イージーな。はい、うん、はい、落ちてった。で、コーンって止まったところで、ちょっとたるみを取るか。これぐらいかな。ごめんなさい、いきなり来るかも。そう、ほんまに。あ、来てるじゃん。おっしゃ。あー、すごい、え、早っ、もう来た。いきなり、これなんて魚っすか。フグですね。あ、そういうやつや。ナナさん、え、フグ釣れた。早い、ずるい、なんで。でも、食べれへんねんって。あ、そうなんですね。フグ、毒持ってる。かわいいですね、ね、うん、まだ生きとるんで。取れたか、ありがとうございました。さよなら。あんな一発が当たった、そのおもろいわ。なんで藤本さんあんなすぐ釣れたんやろ。感覚が分からへん、当たりの。はい、そう。え、嘘やろ。これさっきのやつ成長した。お前なんでまだ帰ってきたんや。もうフグ食いたいけどフグ食えへんねん。なくなってる。よし、餌をつけます。ちょっとやる気になってきました。今日も一番引きやだよ。頑張りますわ。うわー、無理かもしれん。はい、あ、適当に直すね。助かる。どうしよう、どうしよう。動いてる。一回行くと、もう全然平気なの。思い切り、はい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 、匂いある？なんか臭い。あ、そっか。で、この臭さがだから魚が寄ってきて、その魚を美味しい美味しい、わかった、わかった。これでいい？これでいいでしょうか？いけるんじゃないですか？やったやった。取れたらまたつけましょう。うん、うん、え、うん、初めて自分で餌つけた。これで釣れるでしょう。当たってますね。え、もういっそのこと合わせた方がええんかな。ちょっと助けて、助けて。ちょっと、え、あ、そういうこと。敵を釣ったって言われた。大物やないか。めっちゃでっかいの来たやん。タイちゃうか思ったのに。その規模が違う。
さすがにもうないやろ、あんだけガンガンって食われたら。ただただ海の底に針だけ落としとる状態なんやろな今。え、なになになに、やっぱりこれバダでも小型。なんていうやつなんですか。パンダ。パンダ。何？パンダ。それも出してもらう。はい。もちろん。行きます。行きます。ナナさん釣りました。はい。釣りましたね。やったー。すごいやらせですね。なんかあんな写真撮れて嬉しかったです。撮った動画で、できたから嬉しかったです。撮ってない。最終的に釣り上げたのは奈々さん。はい、そうそう、最終的にやったんです。それ、もう極端な話言うと魚屋で魚買ったのと同じ。そうです。それ、いや、ちょっと違いますよ。いや、ちょっとだけや、違ったとして海から引き上げたんで。よいしょー、あ、しゃあ来たー。本日3度目のフグゲット、決めました。フグの調理免許を取りに行きます。次回調理学調理以上。あー、もう全然ない。一瞬私の餌終わりました。おーっとっとっと、ちょっと危ない。藤本さん、はい、終わってもうた。いや、つけなさいよ。俺今からこれを掘ろうかなという。あ、そうなんですね。どこやったのに。じゃあ つけますんで、はい、取ってもらっていいですか。え、2カメ状態絶対つまなかんやん。当たったけどフグやこれ。フグやと思ったらカワハギだ。すごい。今日のご飯 AD Eats ゲット。やったやった。さすがにね、あれを2人で分けるのはきつい。だから1人1匹食べれる状態にしたい。なんか釣れてました。なんか釣れてた。ほら見て、なにこれ、なんか釣れてる。これなんですか。油目の、あ、油目のちっちゃいやつです。食べれます。美味しい魚です。おー、やったー。おー、やったー。イエーイ、ゲットゲット。偶然釣れたんですけどね。やったー。食べれる魚2匹目。これ、2匹目。やったやったやった。なんか来ました。なんかかかってんの。来た来た来た、釣れた。見てください、大物釣れました。切らないよ。あー、いやー、釣ったぞ。釣ったぞ。やりました。本日大物2匹目です。ナナナチャンネルやりました。 AD なんでそんな堂々と言えるの。 AD 藤本より、ね、大物釣れますよ私。一部始終見た皆さんね、わかると思うんですけど、なんでこの堂々とした顔で言えるんですか。よっしゃー、やったぞ。釣り上げた勝負なんで、まあ、3対4で。はい、そうですよ。え、何全員的。何何もう。あ、あと1匹で追いつきますよ。あと1匹や。よし、頑張ります。
で、巻く。揚げたらすぐ巻くんですよ。来てる。あ、釣れた。釣れた。釣れたけど。どうぞどうぞ。フグ釣れました。フグ釣れました。4匹目。まだフグや。私4対4同点になりましたね、まあ、いいですよいいですよ。じゃあ今ドローですね。わかりました。もうでももうそろそろ時間も時間なんで、そんなら次にもう上げたらもう勝利確実的な感じで、そうですね、勝てる気しかせん。あの人だって4匹釣ったやない言うてるけど、結局あれやん、人の釣ったやつ巻いただけと、あとはなんかその偶然かかったやつとかもあるから実質ゼロなんよ多分。もうこれ以上ミラクル起きないんで、あっちに。次や。5匹目。またフグやけど。でもでかい。でかい。はい、5匹目。勝ちを見せびらかす。そうそう、見せびらかす。一応勝ってるんで今。いやいや、分かって分かる。あとだって20分くらいあるでしょ。いや、もう終わりですよ。もう終わり。終わり、はい、ちょっと最後この餌だけ有効にしてください。じゃあ最後ルール、この餌だけ有効で。あっ、釣れー、見て大小関係なし、スーパー最悪や勝ったと思ったのに、なんか当たってんだと思ったんですよ。何やろ、なんか熱帯魚みたい。何これ、歯切れの悪い勝負でしたね今回。でもすごい、イカハマした女と雑魚釣って引き分けに持ち込んだ男とね、イカ、いや、歯切れの悪い勝負でしたよ、ね、本当に、はい、歯切れ悪かったよ、勝負。はい、ということで今回 ADE2、はい、新鮮な食材を獲得する、はい、見事成功です。ほんまに超新鮮、釣りたて、うん、しかもよ、うん、あのナナさんが釣り上げた大きい2匹、はいはい、いただけるということで。ねえ、私が釣り上げたんですけどねいやいや言うたから、ナナさんが釣り上げたって言って、うん、いただけるんですねいただけるもう自分でも分かってるやん、そうそう、自分が釣ったんじゃないって。そう、だからちょっと、ね、負け。最後に言っていいですか。はいはいはい、申し訳ございませんごめんなさい、許してください謝りながら針が危ないのよ謝りながらもう俺も釣ろうとしてんのよ、さっきから危ないのよ、危ないのよ俺を釣ろうとすなでね、あの投げ釣りをしてマダイを釣るっていう話あったじゃないですか、うん、ああ、ありましたね。そう、忘れてるやん、もうやってへんやん。せやねん、せやねん、あのあれ風が強すぎて、はい、ちょっとこう投げる難しいみたいな話で、はい、あの今回ちょっとやってません、ごめんなさい。だからマダイは釣れませんでした、はい、で勝負の行方なんですけども、はい、見事ドロードロー、ね、ドローです、ドロー、うん、いやよかったよかった月1000キロ知らんでいいから、あとは AD イーツ食べるまでが AD イーツなんで、いや、うん、食べたかったんですよ最初から。いやいや、そう早く食べたいんですこれなんならこれ知らんかったもん、知らんかった、うん、知らんかったもんね、はい、こっからその調理する場所に向かいたいと思います。調理もするんですね、うん、でね、ちょっと距離があるんで、はい、途中まで車乗って、はい、一箇所ね映えスポットがあるんで、はい、そこだけ自転車で乗って、はい、調理する場所に移動したいと思います。はい、うん、なのでぜひね、あの次の動画も映えスポットめちゃくちゃ映えるんで、はい、めちゃくちゃ映えます。この辺にテロップ出てるかな、はい、どんなとこ、ね、多分ちょうど夕日になってて、すごいそれがマッチして綺麗な場所だと思います。マジですか、はい、楽しみ。多分下にテロップ出てると思うんですけどね、ぜひその辺も楽しみにしていただけたらなと思います。なので次の動画もまた見るっていう方は絶対にチャンネル登録とグッドボタン、次の動画見ないかもって人もチャンネル登録とグッドボタン、うん、この動画見てないよって人もチャンネル登録とグッドボタン。いいよ、あ、そうか、見てないから、そうか、そうか
よろしくお願いします。じゃあもう移動しましょうか、日が沈む前に。はい、はい、移動したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。